はい、皆さん、こんにちは。アジアで生きてるピンクです。ピンクのけいちゃんで、今回も、ピンクのけいちゃん、話をしていきたいなと思います。で、今回も楽しく経験問題だよということで、皆さんと一緒にね、経験問題の真相というかですね、そういったようなことをちょっとね、突き詰めていきたいなと思います。で、まあ、KK 問題ではあるんですけども、もう皆さんよくご存知の通り、昨今のですね、あるお家の言論統制というか、情報統制、非常に顕著になってきておりますよね。で、そういったような言論統制が起きているという現状において、まあ、ちょっとですね、最近よく言われているのはですね、以前、それこそですね、KK 夫妻が結婚する前までは、なんとかね、この結婚に関してはあんまりよろしくないというようなことからかね、あるお家のご夫妻に関しては、どちらかというとメディアを使って、それこそ週刊誌等のメディアを使って、KK をとにかく悪者にしてですね、なんとかこの結婚がね、なきものにならないかみたいなことで、まあそれこそこれも情報統制というかね、情報操作ですよね。そういったようなことを、おそらくは仕掛けていたんじゃないかというような中で、ところがどっこいですね。最近に、至ってはですね、特にこの1、2週間ぐらいの間に、要は側近の公職大夫を使ったりだとかですね、経務省の長官の口から言わせたりというようなことで、とにかく最近においてはですね、はい、ご長男の H 様、もしくはですね、次女の、まあ、佳子様、に関してね、そういったような、まあ記事に関してはとにかくやるなーみたいな、報道するなーみたいな形でやっておりますよね。で、そういったようなことで、おそらくはその、これはちょっとね、憶測ですけれども、週刊誌界隈についてもですね、何言ってるんだと、もういい加減にしろというようなことがあるんじゃないでしょうかね。というようなことで、ここ、そうですね、2、3日ぐらいですね、ピターッと止まってた週刊誌の中で、ちょこですけども、そういったような、実際のあるお家の話だとかですね、また例の H 様のご進学の問題だとかっていうことで、ちょこと出てきましたよね、記事がね。だからね、どうもですね、そういったようなことを考えると、各ね、週刊誌、特にメディアと、そのあるお家のね、関係というのを、これどうなっちゃってるのみたいなね、そんな感じに思います。そういった中でですね、ちょっとね、またね、過去記事を引っ張ってきました。というのはですね、ちょっとこれから今私がね申し上げるのは2018年7月、7月5日の女性自身に載ってたような記事なんですけど、この2018年7月というと、もう皆さんもね思い出すかもしれませんけど、もう本当に4年ぐらい前ですけどね、KK の息子がいよいよですね、フォーダムユニバーシティ、要するにフォーダムロースクールの方に留学するということを発表しましたっていう、ちょうどその頃なんですね。で、実際に8月には、まず最初に KK の息子がニューヨークにとんずらをしたというような、ね、その4年前だったんですけども、で、その時にね、出てたその女性自身の、記事なんですけども、ちょっとね、これから読んでいきますけども、今現在、その実際に結婚しちゃった、なおかつですね、10月26日、去年のですね、結婚会見で、あの M 子氏が言われてたようなところとね、全然違ってるなというようなね、そういったようなことで、要はその、あるお家のですね、その、週刊誌というかメディアの使い方っていうことも、これでなんか疑義が生じてくるみたいなね、ところでちょっとね、読まさせていただきますので、ぜひね、ちょっとね、最後までご覧になっていただければなと思います。でですね、今申し上げましたように、この女性自身の記事はですね、18年の7月5日ということで、KK の息子がいよいよ来月フォーダムユニバーシティ、フォーダムロースクールに留学しますよってことをいきなり発表したっていうようなことに対して、この週刊女性の記事のね、表題が、実はあるお家のご夫妻も寝耳に水だったということで困惑してるっていうような記事なんですね。で、今考えてみると、これ果たしてどうなのって話ですね。ちょっとね、ある程度ちょっと抜粋して読んでいきますけども、例えば、KK 息子の3年間にもわたる海外留学計画が報じられたのは、6月28日のことだった。これは2018年の6月ですね。6月28日に発表されましたと。KK 息子は8月からアメリカ・ニューヨーク州のロースクール、まあ、フォーダムですね。で、学びますと。で、契約書の作成など、将来は国際的な商取引に関する専門業務にも携われるように、ニューヨーク州の弁護士資格の取得を目指すそうですと、皇室の担当記者がこんなようなことを言われてたっていう話なんですね。で、そのことに関して、ちょっとまた読んでいきますけど、KN 庁の幹部すら聞いていなかったとコメントしている KK 息子の留学。実は、あるお家ですね。あるお家のご夫妻も非常に困惑されていると、あるお家に近い人物が語っていたと。要は、この記事によるとですね、この4年前の記事によると、この、あるお家のご夫妻、殿下、妃殿下、お二方ともですね、この話に関しては聞いてなかった。ゆえに非常に困惑してたっていう記事が女性自身に書かれてた。で、今よく考えてみると、そういうふうに女性自身に書かせたっていうような感じもしないこともないかなというような感じですね。で、ちょっとまた読んでいきますが、両家でほとんど、両家というのは、KK 母子と、そのあるお家ですね。両家でほとんど話し合いもないうちに、KK 母子から、留学のことが切り出されたそうですと。KK 息子は留学については、M子さんも了承してくださってると語っているそうですが、あるお家のご夫妻にとっては、寝耳に水の出来事でしたと記事は書いてあるんですね。本当かなっていう話なんですね。で、結婚的齢期の M子さんですね。M子さんを残し、一人でアメリカへ。それが M子さんのためになる選択でしょうか。こんな一方的な申し出は、ご夫妻、あるお家のご夫妻としても到底納得できないでしょう。M子さん、ご本人も決して心から賛成されているわけではないはずです。もう、ここの文章を一番最後のね、文章を私が読まさせていただいた文に関しても、これはおかしいなって話ですよね。決して、M子さん、ご本人も決して心から賛成されているわけではないはずですということは、4年前の女性自身の記事には書かれてたわけですけれども、蓋を開けてみれば去年の10月26日、なんと M子さんご本人が全てこれに関しては、先に海外で拠点を作ってほしいということを KK 息子に頼んでたっていうことですよね。なので、少なくとも M子さんに関しては全てこの4年前から、もう KK 息子と一緒にですね、どちらかというと KK 息子が、ごめんなさい、M子さんが KK 息子にこうやってよみたいな形で、画策していたというふうに考えられますね。で、このね、実際の4年前の女性自身の最後の文言なんですけど、身勝手すぎる KK 息子の留学宣言に、M子さんも唖然とされているに違いないなんて書いてあるんだよね。全然違うよねって感じですよね。で、今ちょっとね、読まさせていただいたようなこの4年前の記事、これを考えてですね、昨今のそのあるお家のご事情による、報道規制等を考えていくとですね、まあ、今現在になってよくね、ちょっとね、ここら辺からのもちろん憶測の話にはなっちゃいますけども、あえて言っておきますね。憶測の話になっちゃいますけど、この4年ぐらい前、要はあくまでも、悪いのは KK 側だと。KK 息子だとかね、KK の母、KK 母子が悪いんだよ。というような中で、この留学に関しても、あるお家のご夫妻に関しては何にも知らなかったというようなことを、しかもこれね、記事がね、もう皆さんよくご存知の通り、女性自身です。女性自身です。身長なんかじゃなくて、女性自身なんですよね。はい、おさらさんですって話なんですけども、そういうような、週刊誌がですね、こういうような文面を書いてきた。これは、そういうような文面を、これ私の憶測ですよ、勝手なね。まあ、その時に、書かせたんじゃないのっていうような、ね、あくまでも、その、KK 側が悪いんだよっていうようなことをね、前面に出すためにそういうような記事にしといたんじゃないの？でも、実際はですね、その10月26日の M子さんが自分で言ったように、この時にはすでに少なくとも M子さんは KK 息子に対して、早くもう留学して、海外拠点作ってよみたいなことをね、言ってたわけですよね。でも背景としては婚約のね、婚約の内定も2年間延びしたわけですよね。そんなことはお構いなしに、M子さんと KK 息子はそういうような計画を立てていたと。といった中で出てきたのがこの記事。でも昨今の、今はですね、現在はその次女ですね、次女の佳子さまだとか、ご長男の H 様の報道に関して、今度は逆に報道機関に対して、やるなーっていうことをね、皇嗣職大夫とか経産省の長官を通じて言わさせてるわけですよね。そういうようなことを考えると、この4年前の当時はなんとか KK のね、母子を悪者にすることによってなんとかこの結婚できないかなと言われるような憶測があったんじゃないかっていう反面ですね、今現在も結婚してしまった。なおかつですね、この海外の拠点を作るということも、M子さんが自分で言ったわけですから、そういうようなことです。少なくとも M 子さんは分かってたというような中で、最近に対しては逆にこの言論統制をね、あるお家は敷いてるというような、話になってきてるわけですよね。もうね、こういうようなね、過去記事をこうやってね、これ4年前の記事ですけど、出してくるとね、本当にね、昨今言われてるような、メディア側もね、ちょっとね、頭きてんじゃないかなとかね。これは本当に憶測ですよ。当時は、そのメディアを使ってですね、なんとかKKを悪者にして、で、なんとかこの結婚できないかなっていうふうに思われてたんじゃないかなという感じがするですね、そのご夫妻。でも、結婚しちゃいました。なおかつですね、M子さんがもう自供しちゃったわけですよね。実は私が画策してましたよっていうようなことね。で、それに対して、もう仕方ないからということで、今度ね、いろいろ H 様だとか、次女のね、佳子様の話なんかが出ると、今度はやめろって。それに対してメディア側はね、なんだってことで逆にね、もう、なんていうのかな、もう、不信感というかですね、もうおかしいんじゃないのっていうふうに思うわけですよね。だからそういうことを考えてみるとですね、今回のこの女性自身に書いてあった記事の内容、ね、例えば、あるお家のご夫妻もね、寝耳に水だったよ。これ本当っていう感じに思えちゃいますよね。少なくとも今現在はっきりしてるところは、M子さんに関しては完全にしてたわけですよね。でもこの記事の内容としては私さっきも言いましたように、M子さんも唖然とされているに違いないなんていう記事の内容になってるんですよね。これ誰が書いたんですか？誰が書かせたんですか？って話ですよね。で、両ご夫妻に関しても、寝耳の水で、とてもじゃないけど了承できないとかね、あまりにも失礼でしょ、みたいなことを言ってるんですけども、そんなことはあるのとは。いや、実際には分かってたんじゃないんですかというようなね、そういったようなことがこの記事からも読み取れるっていう話ですね。だからそういうことを考えるとですね、まあもし私、本当に今回はね、かなりの憶測的な話をしておりますけども、その中でですね、もし私が申し上げたような憶測がね、そのままだとするとね、それはやっぱりね、週刊誌側だってね、そりゃないだろうっていうふうに、そりゃないでしょうっていうふうに思いますよね。まあ、というようなことです。まあ、いずれにしてもね、これ4年前の記事ですけども、この KK 息子のですね、フォーダムロースクールのね、留学に関しても、あるお家の方、M子さんも含めて、ね、全然知らなかったよなんていうことを言ってたんだけど、いや、そんなことねえだろというような話で、なんかね、本当にね、こういったような、本当に前から私言わさせてもらってるんですけど、こうやって時系列ごとにね、この週刊誌、特にこの記事の内容とかこうやって読んでいくとですね、本当にわかりますよね。この時に、果たしてね、あるお家、もしくは M 子さん、もしくは KK のね、母子はどういうことを考えてこうやったんだろうっていうことがね、やっぱりこれあくまで憶測になっちゃいますけども、そういうふうなことだったから今現在こういうね、結婚が起きちゃったってことがよくわかりますよね。なんかあまりにもですね、こういうの見てもですね、国民が全くわからないとこ、知らないところで、話がこうやってね、進められていったなというのがよくわかるような、また一つのね、事例として、紹介をさせていただきました。まあ、もう一回申し上げますね。女性自身のこの記事の内容、この KK 息子の3年間のフォーダムロースクへの留学に関しても、両ご夫妻は寝耳に水だった、M子さん自身も、呆れちゃってるはずです。というような記事の内容だったんですが、とんでもなかったっていう話ですね。皆さんどのように思われるでしょう。今回もご視聴いただきありがとうございました。失礼します。それではね、また、バイバイ。